はいどうも、リゼムのタカです。シュウです。キヨです。すごいと思った選手、ベスト 3! まあこれね、何回かやろうとはしてたけど、コメントとかね、ちょいちょい来てた。まあちょっと来てたから、やっちゃおうと。今までね、やっぱサッカー長くしてきた中で、ベスト 3! こいつだけはほんまやばかったっていう。うまいとかじゃなくて、やばいでしょ。もうやばい。チームメイトでも相手でもいいってことだ。誰でもいい。自分がもう一緒にやってきて、肌で感じた人。一緒、その見たとかじゃなくて自分で肌で感じてヤバかったと思う人をベスト3を上げていきましょうと。はい、 OK ですか。はいはい OK。 じゃあ誰から行く。俺から行く。またいきます。でんじゃーん。第3位、渡辺亮太。誰、知らん。一発目から誰知らん。あのね、俺の先輩、大大の先輩で、俺が1年生の時の4年生の先輩で、渡辺亮太っていう人がおった、うん、で、高校、調布北高校、どこっていうところから、あの、来た、すごい、怪物がおった。全然無名やってんけど、俺大学見た瞬間に、この人からマジでポジション取られへんなと思った。あ、フォワードない。フォワードで。で、その理由が、まず身長190ぐらいあるね。体重もマジでリアル90キロぐらいあるね。がたいやで、めっちゃでデブや思うやん、うん、バリがたいねんや、うん、日本体育大学スポーツテスト総合ナンバーワン。それ総合やもうやばいです。いろんな競技の中、そう、いろんな競技の中のスポーツテストって一番最初入学式から行われんねんけど、全員受ける。そう、全員受ける。全員受ける。 100m やったり、そうそうそう、じゃあハンドボール投げたとか、それで1位、総合1位、渡辺亮太。身体能力お化け、お化け、マジで動ける怪物って言われとって、あだ名が龍翔って言われとった。劉翔って中国のハードルの選手。ああ、そう、そうそうそう、わかる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 。それにめっちゃ似てるから劉翔って。その人の応援にニハオシェイシェイ劉翔、ニハオシェイシェイ劉翔。それはいじってるよ。ガチガチガチ。そうです、ガチで。ニハオシェイシェイ劉翔が応援歌やった。個人応援歌。この人はほんまにもう大学卒業して愛媛 FC ジェッツのね、愛媛 FC に入団が第3位。第2位、言うまでもない、野津田学人ですよ。なるほどね。これはね、入ってきますよね。ここは多分もう3人多分、もう俺はもう入れると思ったけ、あのそこはもうあの特別枠で抜いといた。あの野津田川辺、認める、ね、それはもうすごい。野津田川辺はもう特別枠であの抜いてる。困ったらとりあえず学にさせて。そうだよ、もう全部全部ボール預けてる。あいつはほんまなんとかしてくれた。ボールマジ失わんし、点も決めるし、これですね、やっぱり額が。そして第1位、絶対びっくりするでしょ。いや、こうなよお前。これはね、高校3年生になった時やな。イタリアの遠征に行った時にマンチェスターユナイテッドのユースと試合した時に、ボグバもマンチェスターユースの出身で、そのままトップに上がって、で、マンユーのユースとサンフレッチェ広島ユースと試合して、その時に追ったのがポール・ポグバですよ。異常やったね。無理や。でもほんまに世界的に有名になる前だよ、ね、なる前、ほんまに。もうヨーロッパでは有名だったんかもしれんけど、俺らは全く知らない。全然知らんかった。ユースの選手、ユースの選手で。当時、リンガード、今、マンチェスターユナイテッドのね。まあそのリンガードも当時おって、リンガードがマンチェスターユナイテッドユースの10番。俺も覚えてるけど、鮮明に。あのリンガードは、大したことなかった。マンユーユース10番ってなると、インパクトある。おってなるじゃん。で、一人だけめっちゃちっちゃかったよ。ちっちゃかった。めっちゃちっちゃかった。ポグバとかもう190。ポグバはやばい。割りでかかった。が、俺の今までやってきた、まあ、ベスト3だな。間違いない。もう1位はちょっと、ちょっと飛び抜けてる、ね。ちょっと飛び抜けてるかもしれない。うん、じゃあ次、俺行こうか。いいよ。まあ、いっぱいいすぎて、まあ、正直順位がつけれないんだけど、うん、まあ、自分的には、そうですね。3位、うん、川本明人選手。はいはいはい、あの今南葛、南葛FCですよ、うん、甲府とかにいた、甲府とかにいた、龍大におった先輩か、俺の龍慶の時の先輩なんだけど、その時4年あんまり出てなかったんだけど、4年生が龍慶の、うん、アキトさんだけずっと出てて、うん、レベル違うなってずっと思ってた。何のレベル違う、足速いとか。いや、なんかもう全てが体強い、めちゃ身長もちっちゃいんだけど、ちっちゃい、めちゃごついんよ、うん、でめっちゃなんか踏ん張れるし、点取るし、でなんならこの人のおかげで残留できたみたいな感じだったよ。やばい。この人一人が引っ張ってみたいな。だからもう その時の結構衝撃が強くて、あんだけ部員おる龍拳の中で一人で引っ張ってやばい。そう、
相当なパワー。相当。それやばいな。うん、第2位。これ選べなかった。誰だ？専修大。大学。専修大。もはや大学？今浦和レッズの長澤和樹、マリノスの中川出る人、川崎フロンターレ下田北斗、今レイソルの北爪選手。うんうんうん、えげつない強いこれ。もうメンバーやばい。これもうね、試合中俺初めて、まあ、これ勝てるわと思ったもん。試合中にね。あのね、ちょっとテルがやばい。いや、テルと長澤えげつない。あ、もうターボターボ。俺人生で初めて公式戦のハーフタイム走らされたから、選手代のせいで。選手代やばいすぎて。で、俺右サイド出てて、ガンガンにも中がテル長澤にボコスカやられてて。あで、もうハーフタイムピピッつって長野裕二、立て浮きます、お前ら走れ言って一緒走る。ハーフタイムに、ハーフタイムに公式戦で走ったからね、ハーフタイム。やばいね、関東リーグで走らせるのがやばい、ね、いやでもマジで強かった。選べないからもう2位にまとめてるやん、まとめて持ってるやん。やっぱ1位はモアイゾ、はい、さっきももう話しちゃったけど、うん、そうだね、もうボール出しとけばいいみたいな。こいつとね、マジボール回ししただけでうまいと感じる。そうだね、そうだ、なんかもうそれだけで一緒にやってみないと分かんないんだけど、ね、ボールボール回してうまいって感じる。これすごいよ。いやあとね、試合も額で出れへんのかって感じ。もう何回も言うけど、プロってすごいよ。以上ですね、これは俺はベスト3です。リコイだし、よし、ドン。え、3位、これはまあ俺らの1個上の先輩、あ、砂川雄太郎選手。 いじめっ子川雄太郎ね。やっぱ俺がやっぱやばいと思ったのは、ある1試合で、まあ、ガチこの人やべえなって思ったんが、俺が高2の時の高円宮杯の準決勝、静岡学園と試合した時に、前半でもうその時の静岡超強いんや、大島亮太、長谷川達也、うん、もうバリ強くて、前半0-2で、もうその時雄太郎君サイドやったんや、前半0-2でやられてクソイライラしよって、サイドってさ、やられよったらボール込んじゃん、バリイライラしようって、その当時の3-6-1だったよ。めっちゃ覚えてる。1のフォワードが川森優馬選手、鹿児島ユナイテッドのね、うん、試合中にお前変われっつって、監督の許可なしに勝手にフォワードに行ったよ。で、優馬くん右サイドやってた。そっから、ゆうたろうが後半45分だけでハート取り、完全にチームを勝たせてしまった。それかっこよすぎる。いや、やばい、マジでやばい。国立やしね、うん。で、2位が、その時相手に寄った大島亮太。やばいね、静学のね、ケツない、もうほんま今みたいな感じよね。まあそれがきっかけやったらしいね。まあその試合で、まあ、フロンターレから正式オファー、そう、まあ、その時にスカウフロンターレのスカウトが来てて、だって静学バリ強かった、バリ強かった、強かった、バリ強かった。で1位、これは逆にね、多分ほんまに対戦したことないしと思う、なんかこういう選手は誰、オーロイ、どこの選手、いやいや、ジェフにおったんよ。聞いたことある気がする。身長、え、白人、だよね、2m4cm、 え、やば、バリ高い。俺その時ね、ディフェンスで出とったんよ、試合、うんうん、大学の時、そう、大学の時ジェフと練習試合した時に、うん、オーロイ出とって、まず 2m4 よ、これはヘディング一生勝てんと思った、うん、衝撃だったね、オーロイ。 J リーグ史上初の 2m 超え選手、あ、そうなんや。カズキよりでかいんや。確かに、カズキよりヘディング弱いじゃん。カズキよりでかくてヘディング強いってさ、もうそれ企画チートやな、やろ、企画が。正直ね、俺はね、他にもいっぱいおるんや。いや、おるじゃん、ね、リュウケイとかはもうね、多分決めきれんやん。他にもおるというか、大学の時、オリンピック代表とかの練習パートナーとかやってんの、龍大の時に。だろ、あの清武とか、ロンドン世代よ、えぐいやん、坂井宏樹とか。それもえぐいやん、バリーイケイ。あれもえぐいよ。でもさ、練習だから、練習あったやん、その練習試合じゃなくて、うん、あー、一緒に練習ね。そうそう、まあすごいけど、めっちゃ暗いそれみたいな。なんかガチンコで試合したわけじゃないから、タッチでわかるじゃん、なんか上手い人って。別に試合交えんでも、なんか、あ、この人上手い人ってわかるじゃん。それはやっぱみんなある。お前その時バレ緊張して小鹿みたいに、イエーイ、小鹿よ、緊張して、ね、小鹿よ、生まれた小鹿なんで。以上がリゼムの3人の今までやってきたヤバかった人ベスト3でございます。皆さんが今までやってきてこいつヤバいなーって思った人もコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。コメントお待ちしております。それではまた次の動画で See ya!